アイディンフルスティッチは、オーストラリアメルボルン出身のサッカー選手。アイントラハとフランクフルト所属。オーストラリア代表。ポジションは MF。メルボルンに生まれ、サウスメルボルン FC 等のユースに在籍した後、2010年に、ノッティンガムフォレスト FC のユースに移籍。その後、FKA アウストリアウィーン、シャルケレイオン、FC フロー人間とヨーロッパの著名なクラブのユースに、 在籍した。2015年6月に FC フロー人間と3年のプロ契約を締結。2017年4月2日の AG アルクマール戦で70分にアレクサンダーセルロートに代わって出場し、プロ初出場。プロ初得点は2週間後の p c ズーレ戦で長距離のシュートを決めて5から1の勝利に寄与した。2020年9月28日。 アイントラハとフランクフルトと2023年までの契約を締結した。オーストラリアサッカー連盟には知られておらず、年代別代表には縁もなく、父の母国であるボスニア・ヘルツェゴビナの U-21 代表に招集されようとしていたが、彼自身はオーストラリア代表を志していた。その中で2017年3月にオーストラリア U-23 代表に、 初めて選出された。同年5月22日には6月に行われる2018、FIFA フフワールドカップアジア3次予選のサウジアラビア代表戦、親善試合のブラジル代表戦、そして FIFA フフコンフェデレーションズカップ2017に挑むオーストラリア代表の当初の30人のメンバーに選ばれた。彼はボスニアヘルツェゴビナ代表からの代表招集のオファーを蹴ってこれに参加。 最終的な23人のメンバーにも選ばれた。この中のブラジル代表戦の57分から途中出場しオーストラリア代表デビューを果たしたが、この試合は4から0の乾杯であった。メルボルンで生まれ、近郊のダンデノンで育った。父親はボスニアヘルツェゴビナ出身で、母親はルーマニア出身のため、これらの国籍も持ち合わせている。ありがとうございます。